助かるよ。次は、じゃあ、こうしよう。神王が決する日にまた一日近づく。行くぞ。よし。どうする？急ぐ。変なんだ。ここらのは片付けたけど、死体動いてるし、警告はしたからね。じゃあ待て、大聖堂に入るつもりか。
ここから行けるの知ってるの？この先の道を開いたのは俺たちだからな。大聖堂の中はもっと危険な状況にある。あんた怪我してんじゃないのか？そんな体でこの先に行けるとでも？何を偉そうに。私だって大聖堂に行かなきゃいけないの。急ぐ理由でもあるのか？あるよ。友達が閉じ込められてんだから。助けに行った兵士も帰ってこないし、このままじゃ死んじゃうかもしれないんだよ。なら代わりに行こうか？ちょっとあんた。俺も賛成だ。話を聞いた以上見殺しにはできない。何が目的？怪我人に無理はさせられないってだけだ。嘘つき。パリパス助けるとか裏ありまくりでしょ。そう思うのは勝手だが、俺たちはどの道大聖堂へ上がるつもりだったんだ。あんたが痛みをごまかして突っ込むよりも素直に手を借りた方がいいと思わないか？分かった。あんたたちに託すよ。探してるのはパリパスの女の子。私と同じくらいで黒い髪で黄色い鼻の髪留めをしてる。お願いだよ。お礼は考えておくから。重要な依頼だ。油断しないで。せっかやるじゃないか。ひっやっさすがね。せっかこれでもう大丈夫ね。貴族として責務。うら！相手をよく見る。まだまだ頼もしいよ。王者の魂をここに。輝け。この調子で最後覚悟はいいか。どう？残り2つ。状況を確認する。ライト渦巻け。
正義のためにこの剣を振る。うら最後だ。よし、うまくいった。そこだ。我々の力があれば。よし、うまくいった。当然だ。新たな技だ。やけどの痛みがひどいな。回復。今拾ったもの。使えそうだな。宝箱が近いわ。この辺りよ。何もないね。キュッキュッ。なら、ふう、行こう。ねえ、宝箱が近いよ。宝箱、この近くにありそうよ。宝箱が近いわ。この辺りよ。見つかったわ。かけあっ。よし、一気に行こう。王者の魂をここに。光よ、残り2つ。貴族として責務は果たすさ。ファイター切り捨てる。最後だ。状況を確認。ライト、うつまく。思ったよりやるな。敵は全滅みたい。お疲れ様。意外と楽勝だったな。敵はまだ残ってる。警戒しておけ。お前すごいな。
るよ。待てって。ごめん、遅かった。ありがとう。本当にじっとしてられなくて追いかけてきたんだ。あんたたちのおかげで道もできてたし、これあり合わせだけど。ちゃんとしたお礼は待ってもらえない？次までに賞金稼いでおくから。これで十分だ。え、本気？私のこと知ってて助けたんじゃないの？マジで知らない？私、賞金稼ぎのキャザリナ。見返りなしでパリパス助けるなんて変すぎない？だって困ってただろ。やっぱすっごく変。髪留め私があげたんだ。名高い男爵の使用人になれるって喜んでたから、お祝いに。でもあの騒ぎの時、男爵を逃がしたせいであの子閉じ込められちゃった。男爵怪我もしてなかったよ。パリパスもたまには役に立つなって大笑いするくらい。ひどい話だ。だよね、そう思うよね。私ね、そんな世界ぶち壊したいって思ってる。悲しんでる人がいるのに
そのままでいいなんて絶対ありえないもん。同じ気持ちだ。うん、目を見ればわかるよ。何かを切り開こうとしてる。大きいものを抱えてる。そういう目。またいつ会えるかわかんないけど、困ってたら力になるから。約束。信念を貫く賞金稼ぎ、キャゼリナ。彼女こそ格闘家の美徳を心に宿す者。彼女との絆を育てることで、あなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。どっちが世界を変えるか、勝負。この子は私が連れて帰るよ。そんじゃ、お互い生きて会おうね。よし。進むわよ。気を抜くなよ。よし、やったな。続けて攻める。加減はしない。輝け。このまま追い詰める。さすがだ。切り捨てる。仕上げだ。いいね。人のために風の力よ。もう敵はいないみたいね。先に進むよ。
やれるようになってきたのかな。悪くない感覚だ。もう敵はいないわ。安全になったみたい。すごいな。キャッチ。カッカ。さすがだな。キャッチ。キャッチ。キャッチ。注意して。いいもの見つけたな。役に立ちそうだ。やるじゃないか。キュッ、スイッチ。お前すごいな。異常なしだ。何もなければいい。スイッチ、キュッ、相変わらずやるな。こんなところかな。今拾ったものを使えそうだな。